お待たせいたしました。皆様、メッセージキャンドルお読みいただけますでしょうか。はい、未来です。この未来をもって四部作とし、次回はまた新しいメッセージキャンドルを考えたいと思いますので、ぜひお楽しみください。それでは堂内の準備も整いましたので、係の者がご案内いたします。スローな夜をお楽しみいただくイベントですので、順次慌てず、お怪我のないように堂内でお参りください。また一部階段が急になっておりますので、こちらもぜひスローにお進みください。普段気に留めることの少ない石段にも思いやりを持っていただければと思います。本日は100万人のキャンドルナイト in 池上本門寺、ご参加いただきありがとうございました。またボランティアいただいた方々をはじめ、ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。それでは電気が点灯するまでの9時までの間、スローな夜をお楽しみください。また来年皆様にお会いできることを楽しみにしております。本日はありがとうございました。それではお堂を向かって左手よりご案内いたします。正面からは入れませんのでお気をつけください。正面からはお参りできませんので、左右から分かれてお参りください。あとで懺悔の方はお渡しいたしますので、どうぞ正面にはお入りにならないようにお気をつけください。懺悔の方はですね、上でお渡しいたします。どうぞ正面には入らないようにお願いいたします。皆さん、参拝はこちらですよ。参拝こちらです。堂内左手より係の者がご案内いたしております。堂内向かって左手にお進みください。